紙が散らばっている。この金庫が壊れて中から飛び出てきたのね。どれも研究資料ばかりだけれど、これは違反報告書？物騒な題目ね。報告書のまとめ主は、谷沢博士。ゾンビ化した人間は、異様に生と知を求める。かなり大きな収穫ね。千鶴が暴れて、薬品が広まってしまったからこそ、そこからこれほどまでに大量のゾンビが出現したのね。そういうことだったんだ。肥大化したゾンビなんて、戦ってきたゾンビの中には、どこにもいなかったのに。この研究所内のどこかに、今もいるということ？もう一つ気になるのが、ヒドラ。何のことなのかしら。誰かの名前。いえ、物体の呼び名？これについては、全く情報が足りない。いえ、今はイドラのことはどうでもいい。とにかく、今はレイを連れて逃げるのが先ね。レイだけは、何としてでも、守ってみせないと。何か落ちてきた。写真？これ、さっきの男性の日記と同じものみたい。もしかして、二人は恋人同士だったのかな？
動かないで、レイ。何か大きなものが迫ってきてる。離れて、レイ。この化け物は。千鶴？レイ？あなた、千鶴なの？その姿、やっぱり千鶴だよね。あれが千鶴？ダメ、レイ。正気を失っている。あれが本当に千鶴だとしても、何の言葉も届かないと思う。悪いけれど、倒すしかないみたい。レイ、あなたは離れていて。
Thank you.
Thank you.